うわーすげえ。僕のね夢企画っていうのがあって、ものすごいたくさんのメッセージを全国からもらったの。ゆずきちゃんのメッセージが胸に突き刺さって、2人にとってどういうことが喜んでくれるかなと思って、こうやっていろいろ準備しました。今日埼玉で過ごした思い出と忘れないでね。10年間友達でいてくれてありがとう。小学校の時のね友達って一生の友達だからね。じゃあ今企画会議始めますけど、今回、いつもやってる夢企画の中で、まあコロナで卒業式とかでなかなかこう思い出が作れないとかっていう最後の学生さんたちに、何かこの牧野智章の「俺じゃけん」っていう YouTube を使って、まあ高校生もしくは中学生最後卒業する生徒になんかこう思い出を作ってあげたいっていう企画で、募った結果、皆さんに今紙配ったんですけど、もう全国からいろんな学校からこういう来ていただきたいっていうメッセージが届いたんで、ちょっと今日はみんなでこれ目通して、まあ、ここだったらいけるんじゃないかとか、ここだったらビデオレターを送れるんじゃないかなっていうのをちょっとみんなで吟味したいなって思ってます、これ娘が多分誰かのために来てほしいって応募してるんじゃないの。こっちとこっち違う。最初にこのゆずきさんっていう娘が送って、娘が送ったやつの上にお母さんも送った。私の家族はみんなレッズファンです。私は今小学校6年生になって、担任の先生がレッズファンで意気投合しました。私と私の親友と先生とでレッズの話をして帰ります。今回コロナにより運動会も修学旅行もすだちの会もう全てなくなりました。思い出が何一つありません。その時に牧野選手の企画を母と見ました。3月に私の親友もかっこレッズファン引っ越しをしてしまい、離れ離れになります。今の担任の先生とも触れ合う時間が少なくなり、思い出がありません。友達にとっても先生にとっても思い出に残る、喜んでもらえるプレゼントがしたい。どうか力を貸してください。これやりましょうよ。これいいっすね。すいません、ちょっと埼玉スタジアムのものなんですけども、撮影をさせていただくということを条件に、ちょっとスタジアムツアーをやらせてもらってるんですけど、いかがですか。撮影を記念に行きます。いいですか、はい、じゃあこちらの方よろしくお願いします、今何されてたんですか。今友達が引っ越しちゃうので、そうなんですか。ちょっとサイスカで遊びに、試合見に来れないので、はい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 、ね、今日ちょっと寒いけどせっかくの機会なんでお願いします。はい、お名前は何さんですか。大岡さん、ゆずきさん。じゃあ皆さんこちらから入りましょう。ようこそ埼玉スタジアム。こちらがですね、選手とかですね、選手のご家族とかで食事とかを試合の後にしたりとかするような、場所になってます。ここの部屋がですね、選手とかが、試合後に食事をしたりとかする場所ですね。でこちらがホーム側のラウンジというところ、皆さんここで食事をしたりとか、はい、選手はされてます。ここはロッカールームですね。で選手がみんな着替えしたりとか、あと作戦会議をねここでやったりとか、あと、試合の時だとここに食べ物とかがあったり、ちょっと軽くお腹を満たしたりとかしてるような場所です。真とか。そうだね。うん、写真とか。写真撮ってる。写真撮ってる。あ、すげえ。どう座ってみた感じ。つるつるしてる。選手が実際に座るところだよ。誰が座ってる。この部屋、選手とかが怪我したり。ああ、そう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 、正解。さすがです。え、ぜひ座ってみてください。いいね。ね。お、ここあれじゃん。どうぞ。練習するとき。そう。はい、じゃあこっちの方グーっていきましょう。ここで選手がアップして。いくよ、はい、チーズ。当ててみよう。当ててみよう。ほら、ああいう感じ。ここからね、選手たちがこう入場してきます。見たことあるところかな。ここ。すげえ。ちょっと。来た。来た。あ、あれじゃん。すごい。テレビで見る。お二人は何年生まれかな。2008年、2002年にね、日本でワールドカップがありました。その時にこの会場が使われたっていう試合です。これ。2人はさ、なんでさ、浦和レッズが好きなの？まず初めはね、お兄ちゃんたちがそうなんです。お兄ちゃんたちがの影響だよね。再スタに来るとどんな気持ちになったりする？楽しい。ね、いっぱい走る。そう。楽しい思い出がたくさんあるところかな。歴代の日本代表の監督のサインがね、飾ってある。ね。そう。そろそろ来るかもしれない。どんな気持ちだろうね。喜んでくれればね。二人にとってさ、思い出になってくれればね。いやだってそもそもあんな選手しか入れないとこさ、入れないよね。俺ら選手でもね、なかなか貴重な場所なんだけど、二人にとっていい思い出になってくれればいいよね。本当は。誰もいない埼玉スタジアムってまだすごいね。なかなかないもんね。そうだね。これでもさ、親友にこんなことされたらさ、もうね、ちょっと泣けちゃうよね。うちのスタッフ全員泣いちゃうんじゃない？今からですね、なんか特別にピッチの方まで行くことができますんで、大丈夫ですか皆さん、心の準備は。一列になる。じゃあサッカーの入場っぽく行きましょうか。カメラマンが一周ぐるっと回りますね。ちょっとなんか試合に臨むような感じの顔、皆さん作ってください。いきますよ。まだ。ゆる。オッケーです。聞いてる？うん、聞いてる。緑だ。うわー、すげえ。こんな景色だね。やばい、来てる。来たよ。ゆずきちゃんとおうかちゃん来た。すげえ。じゃあせっかくなんでお二方ここ座りましょう。うん。バイバイ。せっかくなんで前に来てください。同じ位置、同じ位置。なんかやだ。震える。ねえ、なんかやだ。怖い。緊張。いるんじゃない。これはなんだ。え、怖い。え？桜花へ会った時は2歳だったね。その時のことはあまり覚えていないけど、ゆずのそばにはいつも桜花がいてくれた。一緒に予防接種に行ったり、家族でレッズ戦に何回も見に行ったよね。近所の仲良し組で夏にラジオ体操に参加したり、パーティーもたくさんしたね。10年間一緒にいて喧嘩したことがなくて、いつも一緒に笑っていたね。でも一つだけ桜花に謝りたいことがあるんだ。サッカー一緒にやろう、入ってよと誘ったのはゆずなのに、去年桜花のことを残してやめてしまってごめんね。チームで女の子1人で最後までやり遂げたのは桜花はすごいと思います。このことはずっと謝りたかったんだ。隣であと何回桜花と呼ばれるかな。最後の日までずっと笑っていようね、ゆずきより。A planted tree. Oh, when it's grown its roots under you and me. As long as we both. 見て、映ってる。ゆずきちゃん。ゆずきちゃん。ゆずきちゃん。桜花ちゃん。ムービーどうだった？僕は一体誰でしょう？今から2人のところに行ってもいい？ OK だったら丸出して。ゆずきちゃん、桜花ちゃん、さあどこにいるでしょう？埼玉スタジアムどうでしたか？すごかったです。すごかったです。すごかった。お父さんお母さんこんにちは、牧野です。びっくりさせました。すみません。今日はね、2人に喜んでもらおうと思っていっぱいいろんな準備しました。こんにちは。寒い？大丈夫？埼玉スタジアムどうだった？すごかったね。いつもさ、こうやってスタンドをこうやって試合でさ、応援してるでしょ？今日こうやって中からこう一個一個見てきてさ、ピッチに入ったのどう？初めて？初めて。今日2人にとって思い出の日、思い出の時間にしたいと思って、僕がいろいろ考えて2人に幸せな時間、思い出をね残してもらおうと思って企画しました。なんで今日は埼玉スタジアムのピッチに足を踏み入れてちょっと一緒に散歩してみようかね。じゃあちょっと立ってください。荷物置いていいよ。よし、じゃあちょっと一周しようか。どうだった？この中見て。なんかすごかった。何が一番驚いた？ロッカールーム？うん、座りました。ロッカールーム座れた？そう。で、さっきのさ、ムービーあったじゃん。ゆずきちゃんが辞めたの？辞めた。前辞めたの？桜花ちゃんがやってるでしょ？なんで辞めたの？え？なんか、辞めた。サッカーが嫌いになったわけじゃないでしょ？で、じゃあ女の子がさ今サッカー部で一人になっちゃったの？でも低学年にいるかな。低学年にはいるんだけど高学年にはもういないんだ。はい。2人でさ試合出たことあるでしょ。ある。どう？ゴール決めたことある？多分ないです。ないの？今さポジションって決まってんだっけ？コロコロ変わって。あ、コロコロ変わってね。そっかそっかそっか。じゃあさ2人はいつもどこの席で見てるの？こっち？え、だってゴール裏でしょだって。あっちがあれだよ。いつもいっぱい応援してる。あっち。こっちだよ。あ、ここで見てんの？え、いつも決まった場所？ほぼ決まった。ほぼ同じ。大体同じ？どこら辺に座ってんの？あれ？どこだっけ？このなんかさ、さっきムービー見た写真だったら。この真ん中らへんじゃなかった？あ、そう。ここの真ん中らへん。そうだよね。どう？レッズの試合面白い？面白い。サッカーが好きなの？二人は。なんか好きなさ、選手とかいる？マキ。あ、そうなの？優しいね。優しいよね。そっか。レッズはどう？見てて。面白い。面白い？どういうとこが好きとかある？うん、どういうとこが好き？全部が好きなんだ。全部好き？今日なんて来たの？埼玉スタジアムに言われて。お母さんたち？なんか遊ぶ。遊ぶ。埼玉の。芝生で遊ぶ。埼玉スタジアムの芝生で遊ぶよって言ってきたら中に入れて、でこうやって。じゃあ今自分の中でもさ、うわ何が起きてるのかわかんないみたいな感じだ。あ、いまだになんか整理できてないの。びっくりしてる。実はさ、最初ゆずきちゃんからね、僕のね夢企画っていうのがあって YouTuber ね、なんかこう思い出を作りたいとかね、なんかこうできたらいいなーっていうのをメッセージもらって、で実はさものすごいたくさんのメッセージを全国からもらったの。で遠いところで言ったら北海道から、ね、もっと遠くで言ったら鹿児島県から、もういろんなところからわーってメッセージ来た中で、ゆずきちゃんのメッセージがものすごい胸に突き刺さって、これはなんとかしてあげたいって思ったのね。でその中でなんとかしてあげたいっていうのと、2人にとって何かこう思い出を作ってあげたいっていうので、こう埼玉スタジアムを用意してもらったり、ね、お母さんに協力してもらってね、実はお母さんとやり取りしてたの。そう、それでいろいろ2人のことをお母さんから聞いて、2人にとってどういうことが喜んでくれるかなと思って、こうやっていろいろ準備しました今日。お母さん何も言わなかった？なんか、最初はあるっつってたけど、コロナで亡くなったって言って、それで、あとは分かんない。お母さんうまいね。お母さんうまいな。お母さんうまいね。そっか、じゃあ今日はもう俺とも会うって言われてないし、埼玉スタジアムの中にも入れるか分からないかったんだよね。うわー、お母さん役者だね。ね。じゃあちょっと最後にもう一回真ん中まで戻って、最後3人で座っておしゃべりして終わりましょう。しゃべることある？いっぱいあるでしょ。考えられない。なんかさ、学校の先生とも仲いいんでしょ？はい。あ、レッツで。うんうん。なんかよく話してる。3人でレッツ話してるの？あともう2人います。ああ、2人。レッズ好きな？クラスの人。男の子？女の子？男。なんかみんなで座ってレッズの話とかするのいいね。そこで何？試合勝った負けたみたいな話するの？負けたら、先生がちょっと機嫌がそう。何？先生が機嫌が悪くなっちゃうの？なんかちょっと宿題増やしたり？なんか、いろんな人に負けましたねって言われちゃって、うわあすごい厳しいな。ごめんね、なんか負けたりしたんだね。じゃあ真ん中に座ってください。今さ、コロナウイルスですごい大変じゃない。で、まあ、小学生卒業する、で中学生高校生ってみんなこう思い出あったりね、いろんな自分たちがしたいことができない状況の中で、何か自分がきっかけとなって思い出を残させてあげたいって思ったのね。レッツのことが好きでいてくれる、そんな2人にサプライズを用意したっていうので、今回ねこういう風な企画をやったんですけども、ゆずきちゃんもさ、おうかちゃんに何か言いたいこととかさ。え、もうないもうないの？いつも言ってるからな。いつも言ってる？でもさ、今日お手紙をね書いてきたんでしょ。それを書いたっけ？それをちょっとじゃあ読んでもらおうかな。恥ずかしい？はい、いいよ。じゃあおうかちゃんに読んであげて。うん。おうかへ。4月からおうかがゆずの隣にいなくなると考えるとさ、すごく寂しいな。多分毎日おうかは何しているのかなと考えていると思う。埼玉で過ごした思い出と忘れないでね。10年間友達でいてくれてありがとう。嬉しい時は一緒に喜んでくれて、悲しい時は一緒に悲しんでくれてありがとう。大人になったら絶対会おうね。そして三浦先生も呼んで最初で集合してレッツ戦を応援しようね。これからも親友でいようね。ゆずのこと忘れないでね。ゆずきより。じゃあこれ入れて渡してあげて。おうかちゃんどうだった？嬉しい。びっくりした？いいよ、渡してあげて。はい北海道に引っ越すんでしょ。でこれからさ、レッズの試合も北海道の試合がねあったら見に来れるかもしれないけども、またこの埼玉スタジアムで試合があるってなると、前よりもやっぱり来れる回数が少なくなっちゃうでしょね。仲良かった三浦先生も一緒に3人でまた見に来たいよね。それまでさ、俺も選手として頑張るし、小学校の時のね友達って一生の友達だからね。俺今今年で4歳になるけども、小学校の時にずっと一緒にサッカーやってた男の子は今でもご飯食べに行ったり、いつもこうやってサッカーの試合見に来てくれたり、連絡くれたり、風邪ひいたら連絡してくれたりとかで、ものすごいね仲良しなの。2人も今だけじゃなくて、もしかしたら今から離れ離れになっちゃうかもしれないけども、一緒の友達でね入れるようにね。でまた一緒にレッズの試合見に来てください。そんな2人にね今日は僕からプレゼントがあります。そうなんかすごい。なんかね準備しました。じゃあちょっとこれを2人に、今日はプレゼントがあります。開けていいよ。なんだろう。すごい持ってる？いいよ、出していいよ。あ、それを着て、それを首にかけてね試合見に来てください。うん、パジャマでも何でもいいんだよ使ってね。これすげえ。すごい。びっくりした寝ちゃった入りめっちゃ入ったすいません、びっくりとしちゃって申し訳ないです。ありがとうございます。みんな写真撮る？写真撮ろうか。写真撮ります。よっしゃ。じゃちょっとお疲れでした。いかがでしたか？やっぱりね感動するよね。なんかこう一番はね、一番は2人がやっぱり思い出に残るような時間だったり景色をね覚えていってほしいなと思うんだけど、俺が満足しちゃったもんもう感動しちゃって、まあ、それだけねこの企画のためにもう全国からいろんなメッセージ来て、いろんなところに来てくださいっていう中で3週間ですか、牧野 YouTube チームでどうしたら喜ぶかとか、埼玉スタジアムにお願いしてとか、いろんなこと考えてこうやってやってきたんで、まあ、それがね2人にとって形になってね良かったかなと思ってます。2人にとって、まあ、これからちょっと離れ離れになってしまうけども、まあ、一緒のね友達、一緒の付き合いをしたいっていうことも言ったり、何よりもサッカーが好きでやっぱり浦和レッズを応援したいって言ってくれたことが嬉しかったですよね。なんかマッキーにとってその友達っていうのはなんかどんな存在ですか？まあ時には喧嘩もしたりもするだろうけど、まあぶつかり合ったりもしたし、まあ、でも最後はねやっぱこう支え合って一緒に成長していく仲だと思うんで、もう友達はかけがえのない存在だと思いますよ。いろんな形でね夢企画ってやっていきたいなっていうふうに思ってて、まあ、自分はサッカー選手でサッカー選手を目指す子どもたちにアプローチの仕方だったりとかっていろいろあると思うんですけども、もっと違うね切り口でいろんな夢とか目標だとか、なんか思い出とかそういうのを作ってあげられる、そういう時間をね僕から提供していきたいなというふうに思ってます、はい、次は皆さんの街に、あなたに会いに行きたいと思ってますので、その日までお楽しみにしとってください。それではじゃあの